おはようございます。11月27日朝5時の相場解説になります。ここのところですね、一つのキーポイントとなる数値がまた際立ってきました。それがですね、113の600です。113円の600なんですけども、ここで私は利確をして、そしてですね、多くの、まあ、上級者中級者以上の投資家さんが同じポイントで利確をしました。まあ、それがね、色濃く表れているのが、まあ、今週の相場解説全般に出てると思いますけども、その辺も絡めてね、今日は解説をしていきたいと思いますので、改めてこちらの方どうぞ。日足です。はい、日足を見ていただいて、113円の600、まあ当初はね590というふうな形で申し上げていましたけども、結局113円の600というポイントがかなりね、この赤い線を引いたのがかなりセンスが良かったっていうのがね、また際立ってくるんですけども、本当このね、惚れ惚れするぐらいのねラインでしたね。ほら、ここで私が利確したのと同時に、他の多くの私と同じようなレベルのね、あの投資家さんもここで利確してるんですよ。だからもう売り圧力がなくなって上昇に転じてるんですよね。これここの意味わかります？途中からはロスカットを巻き込んでますけども、でもこの113円の600で多くの投資家さんが投じたそこそこね大量の資金、これが利益に変わってるってことなんですよ。まあ、ですんで、こっから始まった売りトレンドで仕掛け損なった人ね、で私の場合は110円の235でショートでエントリーしました。要するに売りでエントリーしましたけども、これが遅れた方っていうのは、決済手数料スプレッドを抱えたまんま、うろうろして決済できないまんまですね、私たち上級投資家の利確にあって、でロスカットを巻き込んでこう逆転してるっていう悲劇に見舞われてるわけなんですよ。まあ私はここでですね、買いに転じるところまでのタフさはなかったんですけども、でもね、今日解説で申し上げますけども、途中から買いを入れてますよ。そのことも今週はお話してます。どこで買いを入れるべきか、これもお話してますんで、そこをちょっと一緒に見ていきましょう。4時間です。黄色くなぞってますけどもね、お分かりでしょ。上程と下程を決めて、私はこのレンジを指し示しました。と同時に、念のためにですね、上昇トレンドのチャンネルラインもこういうふうに示してるはずなんですよ。この2つを伸ばしていくと、ここで買いエントリーに入れたと思います。悪くてもここで買いエントリーに入れてると思います。いかがですか、この2つのポイント。まあ当然私はここを突き破って買いでブレイクですよ。で、昨日このチャンネルラインを相場解説で申し上げましたんで、これを見てた方とかね、あとはきちんと準備できた方は、ここでこの横ばいがちょっと始まった段階で、あ、これブレイクしたらブレイクした方向についていこうっていう風に発想になったと思います。もちろんこれ下にも触れてますんでね、下ヒゲでロスカット食らっちゃった方もいると思いますけども、それでも諦めずにバイを入れた方はきちんと利益ね、最大でこの辺りまでいってるわけですからね。で、ここで利確した人がこのヒゲを作ってるっていう仕組みですから、いかがですか。1時間見てみましょうか。その前に昨日の夕方の1時間見てみますよ。ほら、1月26日18時の時点でグッと伸びてるわけですよ。この時にもう入れてないといけないんですよ。あ、レンジを抜けてブレイクした、ここでもブレイクしたけど、もう一回トライだって感じでね、いけるかってことと、ここでいけなくてもこのまんまこれが伸びてきたら、ここに触れた時点でバイでエントリーしようかなっていうふうな構えができてるかの、この2つなんですよ。じゃあ改めて今現在の1時間を見てみますよ。こういう形になってるわけですよ。チャンネルライン引きますよ。斜めにこう引いて、ほら、この横ばいグニョグニョでバイでエントリーする構えができてるかどうかですよね。そして上級者はこっからエントリーしてます。なぜなら一番最初に決めたレンジ、ここが目安になってですね、ブレイクアウトが可能になってるからなんですよ。もちろんここで苦い思いをしたことも覚悟の上で入るわけですよ。当然エントリーにはリスクがつきものですから、だからロスカットラインを設けるわけですよ。じゃあロスカットラインをここに設けました。ここにね、113円の915あたりに設けました。ロスカットかかってます？そっから
全く勝ってなくて、このブレイクアウトを綺麗にグーンと決まってますよね。大幅利益ですよ。これは114円のジャストで入りたとしても50ピップスぐらいはぶち抜けてるはずなんですよ。いかがですかね。いや、図らずも今週の山場になりましたけども、月曜日、火曜日、そして水曜日としっかりと検証してレンジ幅を設定、常にチャンネルラインを斜めに引いた、この2つのポイントがあったら今週が取れてるはずなんですよ。50ピップスですよ。50ピップスというとおいくらですか。5万円ぐらいになってるはずです。1ロットで5万前後ね。これを取れていてほしいなと思いますね。まあ、1月お年玉の習慣もありましたけども、これ2発目のお年玉になったんじゃないですか。はい、じゃあ今週は以上です。解説ね、非常に分かりやすくお伝えするつもりなんですけども、それでもね、ちょっと受け取りできれてないよって方は個別でメールをください。もっともっと細かく説明して勝たせるために私は存在してますんでね。じゃあ以上です。ありがとうございました。